目に使ったら効果あるんじゃないってことになって目に使ってみました。聞きますと、眼科医の平松です。今日は AI によって分かってきた目を良くする新薬の開発についてお話ししようと思います。今まで AI が未来を変えますとかって言ってるけど、さっぱり変わらないじゃないのってきっと皆さん思ってたと思うんですよ。なんかあいつ軽いこと言ってって思ったかもしれないけど、だんだんこんな感じで出てきてんですよってことを紹介しようと思います。今回のは2024年ディセンバーのアーティフィカルインテリジェンスエネーブルドディスカバリーオブアRIPK3 インヒビター with neuroprotective effectsIn an acute glaucoma mouse model っていう論文のご紹介をしようと思います。これシンプルに言って AI を使って新薬開発しましたっていう研究論文になります。え？そういうのなんだ。そう。AI っていろんなことに使えるわけなんですよね。例えばチャット GPT 的な感じで、いろんなこう会話をしてみたいだとか、気になること聞いてみたいだとか、はたまた、まあ、自動運転的なものとか、まあ、いろんなことありますよね。今回は新しいお薬を見つけるときに、今までって一個一個調べてたりだとか、理論的にこうだよねっていうことを、まあ、すごく探求してたわけですよ。例えば緑内障というのは眼圧、目の硬さが悪いんだから、じゃあ眼圧を下げるにはどうするか。眼圧とは一般的にリラックスしてるときは下がって、興奮してるとき上がるから、じゃあリラックス系のお薬使ってあげれば下がるよねっていう、なんていうか、ね、非常に積み上げてく論理が必要になってきたわけですよ。でもそれって考えるのが、まあ当たり前になってきてますよね。ってなってくると、まあこの開発法でやるにはちょっと限度が出てきてるんですよ。つまり、人間が思いつく当たり前の結論であるとあまりいい薬は出ないというか、もうできってるだとすると、もう考えられないわけのわからないところから、あれ？それ効くの？いや、なんか全然関係なさそうだけどっていうものを持ってきてやってみたら効くんだよっていう方が驚くような効果が出るかもしれないじゃないですか。つまり今までの論理の順番上で治療していれば一歩一歩は進んでいくかもしれないけど、まあまあ遅いわけですよ。でも全然関係ないところからやってみたら大変効果が出ると。じゃあそういう方法はなんかなかったのかって言うと、今までもうランダムにいろんな薬混ぜてみるとかそういう方法あったんだけど、なかなかそれって大変だしお金もかかるし、実際それで開発できるのって極めて稀だったわけです。そこで AI を使って、一見薬を使ってるかのように、まあ、半実験的なのを自動で回してあげて、そしたらこれが意外と効くんじゃない？っていうことが分かってきたよと。で、今回は、緑内障、ね、日本人の失明原因第一位と言われている病気に対する治療薬。ああ、じゃあまた、眼圧、目の硬さを下げるお薬ですか？確かに、今までの緑内障の治療というのは、眼圧、目の硬さを下げる、それによって神経のダメージを防ぐという治療ばかりでした。というか、それしかないんですよ。で、なんでかっていうと、今までは緑内障という病気は神経が悪くなる病気です。その神経が悪くなる病気は、眼圧、目の硬さが原因です。だから眼圧にアプローチしましょうって言われてた。ですが、それだと、どんなにやっても悪くなっちゃう人がいる。そして悪くなったのを戻すことはできない。もうこれはしょうがないよね。と思われてたのが、新しいお薬によって神経、つまり眼圧によって神経が悪くなって視野が悪くなる。だったら神経を強く保護してあげる方がいいんじゃないの？っていうことになってきたわけです。そして神経保護というほどの薬ではなかったんだけども、意外とこれが効いちゃうじゃん。ってことが分かってきた。それが RIPK3 阻害薬ということになりますね。これが実際に人間にまではまだ行ってないですが、いわゆるマウスモデル、グラウコママウスモデルで、まあ、緑内障の、まあ、マウスのモデルにおいては、非常に、まあ、効果的に神経を守ってくれて、そして強くしてくれて、で、眼圧関係なく良くしてくれたっていう結果が出てきたんですよ。
じゃあこの薬が臨床になるのはいつなのって、まあ、聞きたくなるのはわかるんだけど、まずここで知ってもらいたいのは、こういうアプローチによって新薬が出てくる今後でっていうことがまず第一の事実で、第二の事実はもしかしたらこの薬は人間にとってはいまいちかもしれない。でも第二第三のこういうお薬がバンバン出てきます。そうするとその中のどれかは人間にバッチリいいでしょうと、まあ、そういうようなお薬が、まあ、出てくるますよね。ってなってくると、今までとはもう全く違うアプローチで治療法ができるようになってくるよってことなんですよ。つまり人間が考えるんだと、まあちょっと限度があると。なのでもうコンピューターに考えてもらいましょうと。なんかそれいいのって思うかもしれないけど、まあいいんです、結果が良ければそれでよしと、まあそういうことになりまして、まあコンピューターに考えてもらって、まあ新しいお薬を、まあ、開発していきましょうってことがもう出てきてる。まあ、これだけじゃなくて、まあ、他にもいろいろ出てきてるのね。なので実際、まあ、その中で治験っていうのが行われて、そして一般に使われてって、このスピードが一般に何年何年何年ってよく言われるんだけども、めちゃくちゃ注目されたりだとか、これは儲かると企業が思えばめちゃくちゃ早くなります。一方でなんかこれは儲かるかもしれないんだけど、そんなでもないなっていう場合は結構ゆっくりだったりするの。まあ、やっぱそれって医者と違って、製薬会社さんというのはどうしても企業体なので、収益というのがまあ非常に大きくなってくるのね。まあ、特にまあこういう新しいお薬って今はベンチャー企業とかがガンガンと開発して、まあそれをどっかが買い上げてやっていくっていうのがまあ一般的な手法としてまあやられているんだけど、まあそれにまあ期待はできるのかなと思います。じゃあ、RIPK3 じゃなきゃいけないのっていうと、それはそんなことないですと。そうではなくて、まあ、新しいお薬。もっと言うと、新しいお薬でさえないかもしれない。何言ってんのって思うかもしれないけど。例えばね、今回のお薬は全く新しいから、ちょっと開発に時間がかかるわけよ。このお薬って人間に安全なのって言って、人間に投与して、じゃあ、一般のね、健康的な人に投与して大丈夫でした。じゃあ次に病気の人に投与して大丈夫なの？あ、大丈夫でした。じゃあ病気の人にどのぐらいの量を使って大丈夫なの？って言ってやってみました。ってなってくるわけ。時間かかっちゃうから。そして一つ一つの結果を見ていかなきゃいけない。一方でね、例えば今まであるんだと、これ全く眼科とは関係ないお薬。例えば VEGF 抗体とかって言うんですけど、目の血管が悪いのを抑える薬として今一般的に使われてるお薬だけど、前は癌の治療薬として使われてたりした。まあ、癌だけではないんだけど、として使われてたお薬がなんですよ。で、それが、まあ、癌としての認可は下りているお薬ですね。目に使ったら効果あるんじゃないってことになって、目に使ってみました。聞きますと。この場合、癌の時に、でっかいボトルで点滴で入れるんですよ。ね。目には、0.2 ミリとか 0.3 ミリとかそんな感じの量入れるのね。安全性、どう考えてもボトルで入れるより 0.2、3ミリ入れる方が安全なのってわかりますよね。もちろん点滴で入れるのと目に入れるっていう違いはあるので、それのチェックは必要だけどね。それは別として、今まで使ってるお薬を、まあ、今回注射だから話ややこしいけど、目薬とか飲み薬で仮に使うとしたら、これだったらかなり楽に審査ができるの分かります？つまりもう安全性ってほぼほぼ担保されてるわけじゃないですか。それによって予期せぬ大きい病気が起きてしまうとか、すごい重大な副作用でフラフラになっちゃう、倒れちゃうなんてことがないことがすでに分かっているお薬であれば、じゃあもう眼科に使ってみますっていう風にできるんですよ。まあ似た薬、ムコスタっていう点眼薬、レバミピドっていう点眼薬、使ったことある人います？あのお薬、もともとは、胃薬です。はい。胃薬なんですよ。胃の粘膜を保護してくれる、ムコスタって飲み薬があって、それを目薬にしてみた。どう見ても、大丈夫そうなの分かりますよね。もちろんね、それはそれでちゃんと知見はあるんだよ。あるんだけれども、じゃあ、同じように、ある、体に対しての病気の飲み薬を、点眼にしてみて、刺してみたってなったら、より、開発はしやすくなって、早く進みやすくなってくる。で、それが、今までは、一つ一つ手作業で、人間に効くのか、緑内障に効くのか、目の病気に効くのかっていうのを調べるっていう研究は行われてきたんだけども、まあ、それは、正直言って結構大変で、にもかかわらず、まあまあ結果が出ないんですよ。うん。なんでかっていうと、
論理の範囲内ではないから、今までみたいに眼圧を下げるからこそ緑内障に良くなりますみたいな論理とは全く関係なくて、なんだか関係ないけどとりあえず入れてみたみたいな、そんな世界観じゃないですか。そうすると人間だけじゃなくてラットとか動物に投与するのもそんな意味もなくて、効果なさそうなお薬を動物に投与するのは、まあ、動物虐待だし良くないんじゃないかってことになっちゃうわけよ。まあ、それそうだよね。動物にしてみても、まあ、もちろん人間のためにね、そういうのを投与される事態が嫌かもしれないけれども、とはいえ本当に人間の未来にね資するんだったら、まあ多少はねしょうがない部分があるにしてもさ、まあ関係なさそうだってお薬を動物実験として使うのは、まあ、ちょっと倫理的に問題があるんですよ。ということで、じゃあ機械さんが AI が、まあ、自動でやりましょうってことで、まあ、こういう風になってきていますということで、まあ、現実問題として、まあ、こうやって新薬はもう見つかってきているってことです。じゃあこれ緑内障だけの話なの？違うんですね。例えばそれが網膜色素変性症かもしれない。例えばそれが黄斑変性症かもしれない。例えばそれが白内障かもしれない。例えばそれがドライアイかもしれない。まあドライアイがさっき言ったように全然違う薬が、ね、なってきたように。ってなってくると、あなたの持っている病気はもうダメだって思ってるし、まあ開発まで新しい薬が出たとも聞かないし、だいぶかかるだろうなって思うかもしれないけど、この AI とかビッグデータという時代の流れがあなたの病気の未来をそう遠くない近い時に良くするお薬を作ってくれる可能性があるというふうに、まあ、非常にこう期待していいのかなっていうふうには思っています。もちろん全ての病気がかは分かんないよ。分かんないんだけども、全然今までともうメカニズム違うので、わけわかんないんですよ。正直言って。例えばね、今までは目の病気を発見するのに、目の写真を撮って、まあ今もね、私たちが、これは緑内障だろう、この神経はとか、この形だと、ちょっと緑内障じゃなくて強度近視かなーっていうのは、もう完全に経験と勘なんですよ。もちろんね、こういう形になってたらこういうのってあるんだけども、あんまり慣れてない先生が見ると、何でも緑内障って言っちゃう先生もいたりだとか、あんまり慣れてない先生がいると、何でも緑内障なのに違うって言ってみちゃったりだとか、まあ、そういうこともあるわけなのね。一方で、この AI、機械だと、もうそこの精度も高くなってきて、さらにはね、人間では分からなかったことも分かってくるんですよ。例えば、目の写真だけを撮って、この人が男か女かとか、まあ、将来認知症になりやすいかどうかとか、何を見てっていうと、何を見てるかようわからんと。そういうのを、いくつかのデータを取ってきて、そこの集合体としてやっているので、人間にわかるように置き換えることはできるんだけども、まあ、完璧にはわからないよっていうことが、まあ、AI の世界ではあることなのね。まあ、そういうふうにしてデータを取り扱って、どんどん研究が進んでいるので、あまり諦めないで、まあ、どんどん出てきてるんだよってことを期待して、そして、待っていただけるのがいいかなって思います。でも、そのためには、今ある治療、今ある生活をきっちりやって、それまで保っておくことが大切ですよ。だから、それがあるからいいやとか、その治療に期待してます、何ができるんですかっていうよりは、今あることをちゃんとやってほしいの。だから、それはちょっと忘れないでください。まあ、こんな感じで、未来の治療、そして新しい治療、最新の研究論文など、皆さんにご紹介しています。今回もね、2024年のね、まあ、論文なので、まあ、こうやってアップしてきますんで、毎月ね、私は世の中に出てる、まあ、緑内障って検索して出てる論文を一通り見てますし、まあ、そういうふうに、まあ、全部チェックしてますんで、まあ、ぜひぜひ、登録いただいたりとか、いいなと思ったら高評価ボタンもね、励ましの意味でも押してくださればと思います。よろしくお願いします。